はい、こんにちは、片井エンジンです。今回はね、この前のナイターでね、ここのリコイルスターターのコードが消えてしまった、この発電機の修理をしていきます。コードはホームセンターとかに行くと草刈り機とかね、ああいう商品のコーナーにちゃんとね、リコイルスターター用のロープっていうのが売ってます。で売ってない場合は 3.5 ミリぐらいの、まあ、このね、穴にこの穴に入るぐらいのサイズの、ナイロン製の紐をね、買って代用はできるんですが、三つ編みのロープってね、結構表面がね、ささくれて切れるのが早いんです。これだと、この3年ぐらいかな、3年4年は使えるんですが、やっぱりこう専用のね、こう八つ編みとかこういう細かく折っているロープの方がロープのね、柔軟性もあるし、強い気がします。で、これに交換していきましょう。エンジンむき出しの発動機なんかはリコイルスターターのコードはこう交換できるようになっているんですぐできるんですが、発電機はね、もうエンジンこう中に内蔵されているんで、ちょっと手間がかかります。やりにくいですね。とりあえず分解していきます。そんなにね、難しい構造ではないですね。この発電機自体はウェイクボードの方のしている知り合いの方から、ぶっ壊れた状態のものをもらって、で中のね、故障していた発電機のコイルを交換して使ってます。正確に言うと故障した発電機の部品取りに、リース上がりのね、ボロはね、ヤフオクで買って、でそのヤフオクで買ったボロ部品を取られたボロをさらに、再生した、ような状態です。もうね、オートバイにしろこういうものにしろ、もうボロいやつばっかり集めてね、使っているんで、ボロを修理するのは得意技です。ネジがいっぱい出てくるんですが、このネジをね、どういう形状のネジがどういうところについているのかちょっと気にして見ていると、組むときにね、組み間違えをしたりとかしなくて済むし、あといってそのネジのどこにどのネジがどこだったらっても全部チェックしていくのも大変な時間かかるんで、こことこの辺りはこの手のネジが浮いていますかって感じで、もうざっくり覚えていれば時間短縮になりますね。もう全部ね、ここは段付きがついていましたっていうのも全部、ね、段付きのネジがついていたとかって、もう大体作るのもね、工場でパパパパ作ってるんで、そんなにね、特殊なネジをいろいろ混ぜたりしてないんで、時間短縮になります。ね、パパパバラしたんですが、ネジを外せば分解できます。こんな感じでね。こんな感じね。燃料タンクがあって、エンジンがあって、ジェネレーターみたいなのがここにこう入っている、この部分でね、っていう感じですね。一体式なんで、やっぱすごいコンパクトにできてます。で、この厄介なのが、この紐がついている部分が、メンテナンスしやすい裏側ではなくて、基板とかこのインバーターなんでね、この辺にこう、なんかコイルみたいな、コイルじゃないな、なんかランプみたいなお弁当箱がついていて、そのお弁当箱側にこの紐がついているんで、ちょっとね、やりにくい、作業しにくいですね。で、ここからコードが出るんで、この部品も外しておきます。でこういうところのネジは多分他のところですが、これ鉄板ネジですね。でこういうところのネジは違うんで、どこにどういうふうなものがついていたかっていうのを覚えておきましょう。覚えきれない場合は、ここにこのネジがついていたよっていうという意味でこう入れた状態でね、で保管しておくと、混乱しにくいです。
処理。チョークのワイヤーさえ外せば、これね、電子スロットルなんで、アクセルのワイヤーはキャブレターには繋がってないんで、このチョークさえ、有線のね、チョークさえ外してしまえば、この蓋がね、かかって開いたと思うんだけど、開かない。なんで？燃料コックのオンオフのワイヤーだな。燃料コックのオンオフのワイヤーを抜いてやります。負けてない関係ね、燃料コックはオフにしておきましょう。はい、ね、これでね、割っていきます。割っていきますね。あ、この配電盤の部分の配線もじゃもじゃになっとんかんから、これはね、油はね、ハーネスまとまってますね。こんな感じで、丸見えになります。で、スターターロープはこの部分に、この部分見えるかな、スターターロープはこの部分に巻き取られてます。ここからね、ここから出てますね。なので、こいつを分解するためには、やっぱり燃料タンクかエンジンをちょっとかぶってやらないといけない。燃料タンクを避けてなくても、長い A のドライバーでボックスレンチで、緩むかどうか試してみます。そうですね、はい、取り付けのネジ3本と、リコイル部分の ここはね、あんまりうかつにパッパッと分解してしまって、中のゼンマイがねビヨーンって出てしまうと戻すのが厄介なんで、なるべくだったらビヨンとならないようにちょっと気をつけながら分解します。これもね、どういう風な部品がどういう方向でついていたのかっていうのをよくね観察しながら分解していきます。うん、なるほどね。このゼンマイの端っこがここにかかると、なるほどね。あんまりここでね、このスプリングを触っていると、このゼンマイスプリングがビョーンと出てしまって戻らなくなると。で、切れて巻き取られた、はい、ロープをね、ほどいてやって戻してやります。で、これロープはね、これ前回ちょっと専用のねロープが手に入らなかったんで、ナイロン製の普通の三つ編みのロープを使ってます。で、このロープが、2メーターで売ってました。で、2メーターで売っていて、まあ2メーターも巻かないんですが、このロープね、あんま短いとね、こう引っ張った時にこう引き代があんまないと、こうエンジンをかけた時にこうガチンと出てしまって、ロープにピーンとこうでもね引っ張ってしまってロープがピーンってなってしまうと、ロープに変な力がかかって切れやすくなるんで、まあ巻きスプリングのね巻いてる量とかいろいろあるとは思うんですが、なるべく長く余裕を持ってロープを巻いていた方がトラブルにはなりにくいと思います。まあ、ここにね巻き取れる量とかもあるけんね、あんまりいくらでもは巻けないとは思うんですが、でロープを通してここでこうねクリルシを作ってやって、で
ね。作ってやります。こうね、これね、ここもどけたらね、せっかくのお風呂が台無しになるんで、しっかり止めておきます。こうね、こうバネが入ってます。結構巻けるね、2メーターあったんですが、結構巻き取れるね、1メーターぐらいか思ってたんですが、こんな感じだと、だいぶ、あんまりね、たくさん巻いてしまうと、この、ここの、ロープをね、巻き取るスペースがこう満員になってしまって、戻らなくなるんで、これぐらいでいいかな。で、ロープのね、最後の処理は、もう、ここでしないで、もう出した状態で一番最後にまとめてやると、思ったより短くなっちゃったとかそういうことがないんで、と思いますよ。とりあえずこの状態で、あとでね、この部品とかで最終的にね、このモストコもつけないといかんので、ロープを出した状態で、わあ、雨がすごいな。大雨ですね。こんな感じで、組み立てていきます。組み立てはね、分解した反対の方向で、組んでいけばできるんで、そんなに深く考えないで、あった通り戻していきましょう。で、配線がね、外れたり、引き抜けたりしてないか確認しながら、元に戻していきます。チョークもできたら、チョークを作動させてみて、ちゃんと動くか、OK ですね。完成なんですが、ちょっとオイル交換したいんで、オイル交換はね、ここにオイルの口が、ここにあるんです。で、全部つけてしまうと、もうオイル入れにくいんで、この状態で、ここ、蓋が付くと、こうか。あんまり影響ないかもわからんけどね、ちょっとでもここが広い方がしやすいんで作業していきます。オイル交換先しておきます。よいしょ。ドレーンはね、真下にあると思うんですが、ちょっとよくわからないんで、もうこれ、先
逆さまにして、寝てしまいます。ざーっとね、あー結構汚れるもんじゃな。なんか色も悪いな。でオイルはね、まあ、オイルももう特に、まあ、ホームセンターの、あの普通のオイルこれ使います。あんな結構負けたな。もう負けましたね。大体ね、あのこの手 の, あの発動機のオイルってあのこの入れるところがね、ゲージになっとって、まあまあ、あれぐらいですね。あの口、大体口まで来たら大です。どれぐらいだろう、あんま入ってないよね。カップ1杯も入ってないぐらいですね。これでね、蓋をしてしまえば完成です。ここで、クリムシをすくって固定します。これで、これでね、ロープ取り替え、完成です。完成ですが、ここでね、ちゃんと作動するのか、チェックしてみますね。よいしょ、いい感じ、いい感じです。これでね、完成できました。で今回ね、使用した道具なんですが、8ミリのボックスレンチで、あの長いね、エクステンションとで、プラスドライバーの、大小
大小ですね。で、あとラジオペンチ、これ手工具としてはこれぐらいでしたね。で、あと交換するロープね、スターターロープ、これをホームセンターで買ってくるぐらいで、作業できます。で、オイル交換したんで、オイル交換、オイルはね、オイルもオートバイとかでちょくちょく使う、まあ、特にこだわったいうメーカーではないんですが、まあ、こういうのを使っておくと便利ですね、うん、こんな感じでした。はい、こんな感じでね、スターターロープの交換動画でした。まあ、あんまりね、発電機をこうガンガン使っていくしかないと、あんまり効果が切れたりすることはないかなとは思うんですが、まあ、酷使してるとね、結構切れることがあるんで、まあ参考にしていただけたら嬉しいなと思います。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。また他の動画も見てください。